皆さんおはようございます。ワドです。今日は2018年の6月の12日、昼間の12時13分です。今からね、日高さんのジムに格闘技を教わりに行きます。ヒカル君と合流します。暑いね。カズンさんお疲れ様です。今からヒカル君と会います。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、アロイス、こんにちは。暑いね。めちゃめちゃピーカンだよ。これは今日は地獄だぞ。夏が苦手な男だからね。ムシムシする。ありがとう、なるさん。途中待たず。ヒカル君強いよ。風船5個ありがとう。少なくとも俺より強いね。神経がね、ヒカル君はすごく良くてね、飲み込みがすごく早い。あ、格闘技はね、ドルさんが言ってたんだけど、性格はすごく出るのね。で、ヒカル君は素直で飲み込みが早い、素直だから。和道は愚直で同じことを何度も繰り返して、頭ででっかちだって、だから体が硬いって。だけど、バカ正直に言われたことやるから、あの性格が出るって言ってた。お前、人のこと言える顔してんのかよ。おかきましか。おかきましか。ヒカル君はもう外出てんのかな。ツイキャスで多分放送やってると思う。ヒカル君はもう外かな。
リュックサック洗ったから荷物が多くて大変だよ。誰かヒカルくんのリスナーさんいる？ワドついたよってコメント打ってくんだよ誰か。携帯配信だからさ、コメント、LINE できないんだよね。誰かヒカルくんのところでコメントかける？申し訳ないんだけど、電書バトで。ヒカルくんツイキャスで多分500人ぐらい見てるから。ワド青壁の前ついたよって。誰かお願いできるかな？ありがとうブランシュ。でヒカルくんが何て言ったかもちょっとこっちに書いてくれると嬉しい。ワド青壁の前いるよって。ルルさんおはよう。はい、ヨナラッキーおはよう。はいはい、カラオケボックスでやるって了解です。ありがとうブランシュ。ありがとうタワ君も。ありがとう教えてくれて。ホイセフィーおはよう。2人でやるよ格闘技。日高さんっていうあのチャンプに教わる。今日配信ずっとやってるね。はい、ゲームオーバードツーおはよう。みんなおはよう。シップスターさんおはよう。
格闘技配信はヒカルくんの方でやろうかな。2人で話し合って決めるよ。閲覧多い方が見やすいでしょ、一枠の方が。もう録画でいいでしょ。晴れっていうかちょっと微妙だね、天気は。こんな感じ、なんか晴れてんだか曇ってんだかなんだか、微妙な天気だね。プロテインとか飲んでないよ、俺は。プロテインとかは飲んでない。何時から、14時集合かな。14時からだと思う。ヒカルくん待ってるね。ハートありがとう。ケンちゃんプロテイン飲んでんだ、知らなかったな。面白いね。ケンちゃんプロテイン飲んでんだ。頑張るよ、ありがとう応援。頑張るよ。さあ、あの新宿の VR ゾーンって何なのこれ。なんかスライムが乗ってるんだけど、あの新宿の VR ゾーンって誰か知ってる？これ何なんだろう。これすげえ気になるわ。これ何なんだろう。何なんだろうこれ。エンターテインメント施設かな、イベント会場なのかな。VR が体験できるのかな。前映画館だったんだっけ。VR のゲーセン？へえ。入場料っていくらくらいするんだろう。面白そうだな。今度行ってみようかな。ああ、雲龍いらっしゃい。どう、調子。新宿っていうか高田馬場だよ。どう、気合入ってる。クレイジービー。ゲーセンなんだね。言っちゃまずかった、悪い。あ、所属はしてるんだ、知らなかった。悪い悪い。ごめん、大丈夫だよ、傘だから俺。ごめんね、なんかアンチの煽りとかあるとか知らなかったわ、申し訳ねえ。あー、祝電はね、まあそうだよね。クモンリュウが俺のところで枠でコメントすんなんて珍しいな。昔はちょろっと書いてくれてたけどね、最近全然絡んでくんねえかんな。たまにいいんだ、どう思ってんの。青壁初めてじゃん、俺が青壁バックに放送なんて。おはよう。
似合わない。元祖青壁は光くんなんだよね。で光くんの後新八丁で、その後荒野でみんなのたまり場になっちゃったんだよね。米流れたりどうだろう。寝てないね。寝てない。寝たら起きれないと思ったから。練習もぼちぼちなんだ。もう必死になって走ってるよ。で、光くん遅刻じゃない。12時待ちだったから俺が遅れてきてる。光くんゲーセンにいる。ゲーセンじゃなくてカラオケか。キャスでやってると思うよ。俺が遅刻。筋トレもやってるもんね。体すごいもんね。はい、ケントさんこんにちは。一緒に頑張ろうね。そっか、俺の前に戦うのか、クモン竜。クモン竜の後だ、俺。1試合目がね、すごい注目でしょ、うん、まあ一番ね、こうお客さんが見応えあるカードを一番最初に持ってくるって便所さんのやり方だから。前回はセブンさんと金梅さんだからね。だから要は小出しにしないっていう。これ前回も2試合目だったんだよな。まあ中堅どころって感じ。ありがとうございます、キビタクさん。もしね、物販ブースに僕いるんで、もしよかったら声かけてください。ごめん。あ、大丈夫です。お疲れ様です。おはようっす。飯食ったっすか。飯食ってないね。食ってんすか。軽く行きます。行く。ヒカル君食った。軽く食ったっすけど、ほう、大丈夫っすか。足りない。いいよ、俺そのまんまでも。え、マジっすか。うん、死にますよ。大丈夫かな。大丈夫かな。今大丈夫っしょ。大丈夫っすか。うん、どうしよう。一回ちょっと場所が、うん、場所が
しまってください。場所ババだっけ、ババって言ってましたね。バッサンハイブリです、どんぷい。痩せたのもし、小田さん確かに引き締まったっすね。俺でも体重8キロ上がったよ。上がったんすか。うん、いい感じなんじゃないですか、ね、今76キロの。でも痩せたってよく言われるんだよね。そう、なんかこう引き締まってるんですよ、だいぶ。そう、これからトレーニングです、14時間で、引き締まってますね。ドリームステーション、ゲームセンターみたいなのですよね。どこだ、高田、高田ね、ありがとうライムさん。ちょっと待ってね、ドリームステーションあった、高田馬場っすね、やっぱ。まあ散歩する、散歩しますか。うん、なんですけど、画面が全部出てくる。月々1万円で買いたい方が、安いね。はい、と高田馬場って歩いてどんぐらいですかね。馬場歩いたことないな。多分近いっちゃ近いですよね。多分30分ぐらいだと思うけど。そんぐらいですよね。そう、高田馬場4丁目ってどの辺だろう。あとのメンバーは来ないよ。今日和道さんと僕と日高さんか。あ、ライブされたっす。君ら並ぶと構成員みたい。お、花火ありがとうございます。違うでしょ、パンチの社員ちょっと離れてる。あ、新大久保のこれ線路沿いだ。1キロ30分ぐらいですね。ずっともう線路沿いですね。富山公園。あ、分かった。多分交差点のとこだ。行きますか、歩いて。うん。よっしゃ。滝橋通りに近い。結構まその先だね。カズンさんごめんなさい。僕地図とか地名とか何々通りとか全くわかんないですよ。そう、僕もわかんないです。わかんないです。めっちゃ嫌い。配信者多いよね。地図わかんない人ね。そう、でよく何々通り右とか言われるんですけど。リスナーさん頼りですから。そう、僕らあのリスナーさん頼りですよ。そこ右とか違うとか、あーとかうーとか。いやもう僕らあれなんで、病気なんで。やばいよね。暑いっす。ね。やばい。あ、バッテリー切れる。ごめん。バッテリー切れます。ヒカルくんの枠集合で。お疲れ様です。今日頑張ります。ヒカルくんの枠で、オッケー。バッテリー切れるわ。ごめんなさい。お疲れ様です。